どうも、つむつむしみたです。今日はね、よく YouTube のコメント欄とかでね、質問が多かったこちら、シーバズを今育てるべきか、一億セレブを待つべきかっていうのについて話していこうかなと思います。まあ、このコメントがね、最近すごく多くて、まあ一応ね、三が日でシーバズがね、復活して今育ててるって人もね、かなりいると思うので、まあね、いろんな人がね、同じ疑問を持ってるので、まあ一応ね、動画にしようかなと思って、この動画内で話していこうかなと思います。で、こちらね、予想なんだけど、まあ、2パターン考えました。これちょっと9900万ダウンロードになってるのはちょっと気にしないでください。で、2パターンあると思ってて、一応ね、こちらが、ま、既存の今までの傾向を守るパターンだね。今までの傾向を守るパターンで、右側が、ま、今までの傾向をぶち壊してくるパターンっていうのを考えたんだけど、まあ、ね、どっちにしろ1億セレブは早くて、今月末かな。うん、早くてね。早くて今月末に来るかなと思います。まあ、そんな中でね、シーバズを育てるかどうか、今ゲットしてるシーバズを育てるかどうかっていうことなんだけど、まあ、結論的には、はい、今シーバズ育てても OK です。今シーバズ育てても全然 OK だと思います。まあ、その理由とかはね、話していこうかと思います。まず理由1。まず理由1番、1番目は、そもそもね、シーバズよりも上のツムがナミネしかいないんすよ。そもそもね、イコールということは、ナミネが来る前提でね、これ言ってるってことなんで、そう、だからナミネがそもそも来なかったら、意味ないんですよね。そう、1億セレボでそもそもナミネが来るかどうかってまだ分かんないし、そう、ナミネが来る前提で考えちゃうと、ちょっとまあ、むしろね、来ない可能性の方が高いっていう考え方もできるんで、まあ、実際はどうか分かんないけどね。まあ、でも、こちら見てもらうと分かる通り、これ効率表なんだけどね。はい、キャプテンライトイヤーよりも上のツムが、まあ、ガストンとナミネ、まあ、ガストンに関してはまあ置いといてちょっとね。まあ、ナミネしかいないんで、ちょっとシーバズをね、まあここで育ててもね、全然 OK だと思います。で、そもそもね、そもそもセレボじゃなくて新ツムはイベントかもしれないっていうのもあります。逆にね、そう、今まではセレクトボックスで記念ダウンロードをお祝いしてたんだけど、逆に1億ダウンロードだからこそ、新ツムとか1億記念新ツムとか1億記念イベントとかで祝ってくる可能性もまああるのかなと思ってるんで、まあ、そもそもナミネが来るかどうかわからないっていうところだね。で、理由2番目としては、そもそもっていうか、仮にナミネが復活したとしてね、ナミネが復活したとして、ナミネをね、うまく扱えないっていう人は少なくないです。だから結構そこそこいますね、ナミネが。ゲットして育てたんだけど、全然うまく扱えなくて、結局シーバズ使ってますっていう人がね、結構ね、そこそこ いたんだよね。なので、そう、シーバズはね、ナミネとかと比べてもかなり簡単なので、育てて後悔する人はね、少ないはずです。少ないはず。で、こちらね、なんだろう、これボツにしたやつなんだけど、一応ね、まとめました。そう、難易度とかね、必須技術とか、あと、ナミネの場合は、必須技術が、まあ、マイツムつかみ。これ結構ね、失敗するときが多いね。まあ、端末によっても難易度変わってくるんだけど、あと高速ボムキャンね。あと高速、ここには書いてないけど、高速でバババってなぞらなきゃいけない。まあ、でもあれに関してはまあ、ツムの配置とかあんま関係ないんで、あれなんだけど、まあ、そういうところでちょっと難易度が高めになってると思います。まあでも、あれだけどね、そのローズとかに比べては簡単だと思うんですけど、ローズとかチェルナボーグとかに比べたらね、全然簡単だと思います。で、だけど、ただ、やっぱ、C 技の方が稼げる人もいるっていうのが現実ですね。ナミネの場合は。で、推奨スキルレベルは2位から。2位から、そう、そもそもナミネって低スキルから稼げるんで、C 技を育てなくて、なんていうの、C 技に使う分のスキチキをナミネに使っても、別にね、ナミネ低スキルから使えるんで、そこそこ。まあ、そこは大丈夫かなと思います。まあ、っていうのもあるね。うん。それで、下のシーバズ見るとね、必須技術は繰り越し。繰り越しのみだからね、シーバズは。あと、タップのタイミングとかだけど、まあ、それはジェダイルークと同じで、コツというか、使い方を覚えるだけです。それだけで、あれなんで、難易度は星1にしてます。ということで、まあ、そう、ただシーバズはちょっと一部ダンドレードだとね、消去数が安定しないっていう、あれはあるんだけど、まあでもね、これに関しては、なんかね、この前、ショート動画で、シーバズのね、端末比較の動画出したんだけど、その時のコメントで、消去数が安定しない時はね、かくついた時は、
一旦置いてもう一回タップするとなんか消去数安定しますみたいなコメントがあったんで、もしかしたらそれで安定するかもしれない。ただどっちにしろ一部のアンドロイドで難易度が高くなってしまうね。その臨機応変にタイミングを変えなきゃいけないっていう技術が必要になるんで、で推奨スキルレベルが4からです。まあという感じですね。まあこれこの2つ比較してまあ育てるかどうか決めてほしいんだけど、でもねどっちにしろナミネがこれででかいよね。ナミネが来るかどうか分かんないんだよ。そもそもナミネが来るかどうか分からないんで、まあ今は育てても OK です。一番育てて後悔することはないと思うんで、まあということで、はい、まあ、以上がナミネを育てる今育ててもいいよっていう理由でした。他にもねいろんな意見あると思うので、ぜひねコメント欄でよろしくお願いします。ということで、以上ナミネを育てナミネじゃないシーバズを、ナミネって言ったっけ僕、シーバズを育てるべきか1億セレブを待つべきかの、動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんバイバーイ。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。